親の力です子供ってなかなか勉強してくれませんよね宿題をやるのもやっとなんで通信教材とかね、えー、親が書店で買ってきた問題集とかワークこういうものをやらせようと思ってもねなかなか大変だというご家庭は多いんじゃないかと思いますこれに関してですね私の知り合いの編集者 N さんという人にね興味深いお話を聞いたんでね紹介したいと思います彼女はね子育て中のお母さんですがある時ね子供に問題集をやらせようとしたんですけどもなかなかこれがねやってくれなかったということなんですねまあよくある話なんですけれどもそれでですねその時のとっさの思いつきでねそのページだけ切り取ったんだそうですでこれだけでいいからやってと言いながら 渡したらねなんとね意外とあっさりね、えー、子供がねやり始めたんだそうですよこれはね、えー、意外といいかもということでね n さんはねそれから毎日ページを切り取って渡すことにしたんだそうですで私はこの話を聞いてね知り合いの s さんというね、えー、別のお母さんに教えてあげたんですね するとエースさんはねもうこれをねあ良さそうだっていうことで早速真似して実行してくれましたねでその際ね思いついてこう言ったそうですやり終わったら裏に好きな絵を描いていいよ、えー、この一言を付け加えた、えー、でこれ私聞くの忘れたんですけどね多分そのうちでやっていたプリントはですね両面ずりではなくて裏が真っ白だったのかなあるいはねあのわざわざあのコピーして 裏を白くしてやらせたのかな、まあ、どちらかだと思うんですけどね、まあ、とにかく裏が白,白いで絵が思う存分描けるということなんですね。で裏にね好きな絵を描いていいというこの一言がねその子にはね効果抜群だったようよねでねお子さんんは、ね、然とやり始めたんだそうですよこういったねほんの少しの工夫がねあの子どものやる気を高めてくれるということはあるわけですね。 で先ほどのですね、N さんのお話に戻りますけど、最近はですね、なんと切り取った1ページをさらに問題ごとに、ね、切り分けて、えー、渡しているんだそうですよ。つまりね、1ページに文章問題が3問あるときは、文章問題ごとにね、1問目、2問目、3問目というようにね、3つに切り分けるんだそうです。 さすがに計算問題例えば6問とかある時はね、ま、とあの6枚にバラバラにするってことじゃなくてまとまって1問ってこあ1つということでね 6, 6問まとめて切り取るそうですけどね、うん、ですからですね1ページの問題集がね3枚か4枚くらいに切り分けられるということですね。で目の前にあるのはねあのたったの1問なんですよ。 これはハードルがめちゃめちゃ低いわけですね。一問やればいいわけですから。これですね、脳科学的に言うとですね、一問やるごとにリトルサクセスを感じるわけです。するとね、脳の中の洗浄体という部位がですね、えー、それを味わってね、それでやる気が高まるということだと思うわけですね。えー、洗浄体というのはですね、あの脳の中のやる気スイッチがある場所というふうに言われていますよね。 でここはですねリトルサクセスを味わうことでやる気スイッチが入るんだそうです。ということでね問題集でもプリントでもねワークでも小さく切り分けて与えると効果があるということだと思うんですね。で切り取れない時はねあの先ほどちょっと言ったようにコピーしてから切り取るということで良いと思うんですね。こういった方法はですね人間の心理をねよく理解していてねとても 理にかなっているんじゃないかなと思うわけですね。あのこれはね子供の立場に立ってみればよくわかるお話なんですね。あの切り取って問題を渡されてねこれだけと言われればねあの子供もこれだけかすぐできるわということでねそういうふうに思えるわけですよね。ハードルが低いわけですね。とにかくね取り掛かりのハードルを下げるってことが大事でね取り掛かっちゃえばねスイッチ入るんですね。 でこの方法でねと下がる問題集を渡されてねさあ今日このページやってごらんと言われるとやっぱこうちょっと負担感があるわけですねそれをこう切ることであるいは切り分けることで負担を下げるこれ大人でもね仕事をする時にね大きな課題が目の前にバーンとあるとこれなかなか取りかかれないわけですねこれをね小さなタスクに分けることでねできそうな気がしてきてね 小さなブロックをね、こう一つずつやって積んでいくようにしながら、まあ、大きな課題をこなしていけるということがあの仕事でもよくあると思うわけですね。で、まあこのプリントを切り分けるという方、まあ、ちょっとしたひと,ひと手間がいるわけですけどね。まあでもね、やらないからといってガミ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 ずっと叱っているよりもはるかにあの労力は少なくていいんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さんね、あの。 お子さんに合う形で取り入れてみてください。はい、えー、今回もね、ご視聴いただきありがとうございます。ちょっとは参考になったという方、あのこのいいねボタンを <laughs> 押していただけると嬉しいです。さあ、今日も一日明るく楽しく幸せにお過ごしください。